しばしの元を離れた商会は己の野心のために洛陽で放棄。義弟双方に禅譲を迫ろうと企てるも、しばいらに鎮圧された。商会はその後しばしに罰せられるも、将として留め置かれる。一方、呉の攻略を任された芝将は呪春から呉の領地へと進攻。長年せめぎ合った揚州を半年で制すと、建業へと軍を進めていた。この頃孫吾では権力をめぐっての暗闘が発生。第二代皇帝孫亮が追われ、その兄孫休が帝位についていた。兄弟で争う孫吾、対して兄を支え共に進むことを喜ぶ芝将。だが大元気は盛久ともいえる二面展開に違和感を覚えていた。芝氏の真意は、それを確かめるためまずは眼前の敵を倒す。芝将、大元気、果汁、諸葛丹が建業に呉との雌雄を決する。戦の真実を見抜く、それが私の役目。やれやれ、兄上も人使いがあるのに。自分が生徒を攻略している間に権業を落としてこいなんて。さすが芝氏殿は、お前の使い方をよくご存じ。お前は無理を押し付けられて、ようやく本気を出すのだね。いいでな、めんどくせえ。でも確かにこれまでこんな二面どうしても信用はなかった。資源殿にしては随分と請求。もしかすると心配性だな、元気は。ていうか、俺にはそういう気遣いちっともないよな。ずるいよな、ああいうえばっかり。別にそういうつもりじゃ。まもなくここで準備のほどはいかがですか。ああ、いいぜ。この戦いで呉を討つ。勝って兄上の天下を引き寄せようぜ。敵には二面から当たる。俺たちは西、元気たちは南から攻めるぞ。師匠殿が笑っていたけれど、やはり資源の動向は何か。わからないか。やや気になる。私にやられたいの。どうしよう、様子がおかしい。何かもう静かすぎる。妙な空気には近づかないの。周囲の拠点から潰していくぞ。やはり敵が潜んでいたみたい。警戒しておいてよかった。
やるな。無能でないのは何に言うの。おっと、味方とはぐれたか。かわいそう。すればどうなるか身をもって知るがいい。覚悟することね。ピクコー様がやられたぞ。俺たちはおしまいだ。師匠殿の怠け癖は治らない。立場が逆転しないよう気をつけることで。この先に負わすは五の皇帝。俺がしの命に変えてもここは守る。これが彼らの最後の切り札。打ち破れば。これで残るは孫九だけだ。奴を倒し決着をつけるぞ。私は五の命運を背負っている。ここで倒れるわけにはいかんのだ。それはご苦労なことだ。背負うのが一人の時点で終わっている。父の金国よりわずかしに死んだ代で王を終わらせるわけにはいかぬ。死んだ代で王を殺すとは。いや、不安な死を許してくれ。
ここに滅ぼした。三国成立からの長き因縁もこれまでだ。よし、俺たちの役目は果たした。皆のおかげだ。ありがとな。